皆さんこんにちは、こんばんは。ピアニストの長田翔一です。今日はピアニストの練習室へようこそということで、幻想即興曲丸4をやっていきたいと思います。今日は音楽的なことをちょっと深く掘っていきたいなというふうに思っているので、どういうふうに音楽が作られていくのかなというところを覗いていってもらえたらなと思います。それでは練習スタート。さあ、では一番最初から、まず最初の出だしの音をどういう音にするかということですね。マスフォルテって書いてあって、目立たせてほしいっていうことなんですけど、あまり鋭い音も好きではないので、手先だけで弾くと鋭い音になっちゃうので、体からどうするかっていうところですよね。僕はあんまり小さくしすぎずフォルテにして、フォルテからフォルテでここでちっちゃくしていくっていうのがいいかな。旋律が今度は抜くのか上げるのか問題がありますね。上げるとするとこういう感じ、抜くと、僕は抜く方の方がちょっと好みなので抜いて弾こうかなと思います。難しくって、右手を常に普段は耳を覆ってると思うんですけど、やっぱり左手も意識して音楽的に弾いていかないとなって思います。本当にところ、最初はだけど、2回目はこっちになるんですよね。結構フレージングっていうのがすごい大事だなと思って、最初は1小節ずつなんですね。で、次が長いフレーズになって、また次がここで切れてるんですね。こういうフレージング、スラーとかの付き方もよく見ていくと、フレージングができて音楽的になったりとかしますね。細かいフレージングですね。
朝一だったのでさっきまで指が回ってなかったんですけど、ちょっと調子が出てきた気がする。作っていって、そして中間部ですよね。この音楽的に作りたいっていうのは、ちょっと今何も考えないで出ちゃった。もうちょっと最初の音色を素敵に出たいです。ということで、多分左右のバランスをもうちょっと整えたいですね。右手は結構まあ、しっかり鍵盤に重さが乗ったピアノの音色で、左手はちょっと薄く弾きたい。何回か出てくるので、その都度変えるっていうのがいいのかなと思います。でもあえて決めてしまうと、ここはこう、ここはこうって決めちゃうとちょっとつまらないので、その都度その都度気分で見ていく方がいいのかなっていうような気が今はしてます。あとやっぱフレージングを見ていこう。Thank you.
を切って細かいスライドをよく見てそのフレージングで弾いていく。それがないと文章みたいな演奏になってしまうのでちょっとつまんないですね。で、同じようなことがここは何回も3回ぐらいかな、同じことを繰り返すんですね、この中間部は。なので一回一回ちょっと気分で変えて弾いていくのがいいような気がしてます。微妙に違うところもあるんですけど、うん。で、また最後早い部分に戻ってくる。強い圧力でベタベタと弾いていく感じですね。感じで作っていきますね。まあ、強弱を見るとか細かい記号アクセントとか立等とかそういうことを見ていくのもそうなんですけど、左手を音楽的に弾くとかすらフレージングを細かく見ていくとかそんなことをしてより深く音楽的に弾けるようにしていっています。次、幻想即興曲丸5はアンプをテーマにちょっとやっていこうかなと思いますので、ぜひチャンネル登録グッドボタンをよろしくお願いいたします。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。じゃあねー。